二人の完熟やっぱ糖度も違うし、でこういうで別に販売でやっぱこういうものはこういうものでほら、あの市場も好んでる人もいますので、はい、おすすめをしたいと思います。大きさによって朝農家とかも桃を取ってここへ持ち込み、あうわすごい量だニルキを確認して、はい、でそっちを下ろしながらやって、でここでさっきの桃を自分の目で見て、はい、で傷とか形とか判断して、何もなければ普通に置く、うん、でちょっとなんか傷が大きかったりすると向こうに、あ階級ごとに分けて、ここで、はい、選別をする、はい、目視なんですね。人間で見て機械じゃなくて、はいはいはい、旋回して、あの白いボックスあるじゃないですか、あ、はい、緑ボックス、はい、あそこで糖度を、あ、あれで糖度を測ってる、はい、糖度とか色とか形とかの機械で、あ、まずここで傷とか見て判断して置いて、であそこで最終的に桃の糖度とか、まあ、こう色合いとか、はい、で、あの選別する、あで、あそこで、あの、農協の、まあ、指導員、まあ、うちの指導員とかが、一回ここで一応、確認をしたり、こういうものを、はい、ちょっとこれ若いからとか、はい、ちょっと傷が多いと柔らかいって言えば、はい。はい、落ちて、で、久美子さんが色の容器
入れて、はい、じゃあ、IT は脚本を立てる作業です。うわー、大変だ。はい、だから1日に何万流という何十万流という。そうですよね。はい、詰められてますね。詰められてる。